それではやっていきまりよ。クリア率は約 10% なんだぜ。敵が出てこない？これは楽々クリアできるかな？よし、じゃあやっていくんだぜ。アスレチックってことはサスケみたいなコースってことだよね。よーし、ここをサクサククリアして、サスケオールスターズに今度こそ入団させていただきます。と言ってるそばから早速下っていく下手くそまんじゅう。まあまあ、ちょっとうまいプレイしようと焦りすぎました。今度はゆっくり実況のごとく、ゆっくりやっていきます。ということで、ゆっくり、ちょびたじゃねえかー。何がゆっくりだー。こちとらせっかちなんじゃー。ゆっくり霊夢としてあるまじき発言。なんとでも言いなさい。次ミスったら今度からカットしていきます。フラグかな？フラグー、でしたー。はい、そろそろ本気でイライラし始めている霊夢です。実況中だ、我慢しろ。ふう、ようやく突破。これってもし起きたら初めからってことないよな。もし初めからだとしたら、この作成者さんの住所を突き止めて、お中元プレゼントします。まさかのプレゼント。そしてここはなんだ？扉が2つ、これは落ちた時の救済処置かな？ということでまずドクロに乗っていきます。ドキドキ、ドキ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 ンちゃん。全然緊張してるように感じねえぞ。てか早く飛べ。ミラクルスーパージャーンプ。下氷の足場か。てかこのコース本当にクリア率 10% か？結構難しい気がするんだが。それはマリさんくんの実力がないからでしょう。ずっとマリオを操作してる奴が言うセリフじゃねえぞ。私は天才です。言葉のキャッチボールを求む。あ、落ちちゃった。でもどうせ救済処置あるでしょ。どうだろうな。これでなかったら大番ものだが。この上の扉に繋がってそうだね。よかったよかった。と思ったら違いました。まあここからならいいだろ。さあ、霊夢選手、見事ジャンプが決まるのかー。おーおーのー。まあでもまたドクロのところからやり直せるでしょ？ここからはいけない？ってことは左かな？あれー、なんか嫌ーな予感がするんだけどー。嘘。お、落ち着け霊夢、一個上に上がれば元に戻れるかもなんだぜ。確かに、頼むよ。あ。ちくしょうめー。最初からやり直しか、きついな。戻ってきました。あれれー、おかしいぞー。もしかして扉とかに入らないとドクロは復活しないのか？ってことは。また最初からやり直しじゃねえかー。はい、あれから長い長い時が経ちました。結構時間かかってるんだぜ。そしてここ落ちたらやり直しだし、慎重に行けよ。下が氷のせいでほんとツルツル滑っちゃうんだよね。お前のギャグぐらい滑ってるな。失礼な、私のギャグの方がもっと滑ってます。お前はそれでいいのか？あ、やばい、また落ちちゃった。また下ってしまったのでカット。はい、天才なので10秒ぐらいで戻ってきました。嘘つくな、リアルに6分ぐらいかかってただろうが。6分もかかってないですー。5分40秒ですー。ほとんど変わらねえだろ。おお、でもゴール見えてるよ。いや、まだ油断できないんだぜ。もしあの扉に落ちてしまったらあのドクロからやり直しだろ。そ、こんな時にさっき飲んだイチゴミルクがアルコール入ってねえ。ふう、でもなんとか危ないゾーンは突破かな。あ、待って、やばー。くなかった。普通に歩けばよかったんだな。ということでようやくゴール。正直言わせてもらうと、このコースは今までのステージでも上位に入るぐらいのトラウマものだったんだぜ。それではこのコースを作ってくださった方、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは次のコースへ行きましょう。それではやっていきまるほい。ほーいほい。クリア率は約 5% なんだぜ。マリサ VS。マリサ、ぶっ飛ばすぞ。おやおや、あれはプレデターでしょうか？見た目的にそう見えるが、どうだろうな。そしてここで登場デッテウ。このデッテウをどこで乗り捨てればいいんだろ。乗り捨てる前提で話を進めるんじゃない。だって乗り捨て恐竜もどきでしょ？乗り捨てないとデッテウに失礼だよ。その失礼な名前はお前が勝手につけたんだぞ。って霊夢、なんでデッテウ乗り捨ててるんですかー。って危ねー。なんとか助かりました。でもデッテウは取り戻しておきたいところですし、取りに戻りましょうか。今一瞬デッテウ見えたぞ。おおデッテウ、運ばれてしまうとは情けない。ということで魔王を倒しにレッツラゴー。魔王なんていねえよ、勝手にドラクエにするな。え、この緑の恐竜バトルレックスじゃないの？ちげえよ、なんですとー。お前もめんどくなるから乗るんじゃねえ。じゃあこの土管に。あれ？入れない。ということはもしかして右に道があるんでしょうか？ちょっと行ってみるか。こんにちはは花ちゃんってデッテウおー、奈落じゃねえかー。ということはもう一つの土管か？よし、ではデッテウ、共に人生を歩んでいきましょう。もうフラグ以外の何者でもねえ。その通り。視聴者の皆様、今回の件については私は一切関係ありません。霊夢の独断です。うつむし裏切りだなー。私は人気を落としたくありません。そ、むしゃくしゃするー。この野郎、にゃーと。
私は不死鳥のように戻ってきました。私は、フェニックス。意味わかんねえよ、てかなんか勢いでここまで来てしまったが、こっちで大丈夫なのか？大丈夫です。この天才の勘がそう言ってます。てくそがめー。のこのこは悪くねえだろ。ここは行き止まり、ということは左でしょうか？ハテナブロックの中身はなんじゃろなー。Pスイッチ、よし、これで先進めそうなんだぜ。ではポチッとな。そろそろゴールだとありがたいんですが、どうですかね？お、この土管は入れるのか？ニュートでかわいそうな怪鳥発見。そしてキノコが出たのに満足して隣の P スイッチを叩き忘れるバカまんじゅう。あるあるー。ねえよ、まだ続いているんでしょうか。おー、ゴールだー。キャー。最後の最後に落とし穴か。それでは今度こそ落ち着いてー。はい、ゴール。今回のステージは結構初見殺しが多かったんだぜ。それではこのコースを作ってくださった方、ありがとうございます。ありがとうございます。そして今回はこれで終わります。ご視聴、ありがとうございました。ありがとうございました。ではではー。